木村達成がもちろん出来上がっていく流れでかなり重大な場所というか自分の中に影響を与えた場所だったんじゃないかなと。来ました、東海大浦安でございます。うわー、思い出がぶわーってよみがえる。僕がこういう性格というかこう天真爛漫な感じでできてきたのはここが原点なのかなっていう。高校1年生の頃かな、高校1年生の頃は僕野球部でずっと野球やってて坊主だったんですけど、毎日毎日練習して毎日毎日走って、うわーやばい、想像を絶するような練習をしてましたよ。ハイキューっていう作品やってたりとかテニスの王様やってた時はかなりの確率で思い出してましたね。もうこれとかこれに縄つけてあっちからこっちまで走るんですよ腰悪くする英語の授業だけ真面目にやってなかったです。なんか机とか外に出されましたよね僕。その説は本当になんかいろいろすいませんでした。本当当時の僕はどうかしてたんです。3年8組だ、8組え、いいんすか入って。これなんかないよね、トラップないっすよね、落ちてくる、ない、ね、当時は高校生の時は人が笑顔になってる姿が好きだったし、どっかにやっぱ楽しいことしたいってずっと思っていたんで、多分芸能っていうことが頭に浮かんだ時に、あ、俺にぴったりだなって。ちょっと尖った人、やんちゃな尖った人、楽しいことが大好きな人が勢いで俺はやりたいことをやりたいってなって野球をやめて、一番最初にやっぱ舞台上立った時は、まあ、稽古の時はなんだこれめんどくさいってかなり思いましたね。でもそれを経てからの初舞台は緊張したし、でもそれ以上にやっぱりしびれた思い出があって、ゾクゾクしたというか、当時まだこうその俺なら何でもできる根拠のない自信がすごい頭の中に自分の中にあって、稽古への姿勢というかかなり悪くて態度にすごい出てたと思うんですよ。僕は本番が始まる前にあなたの替えなんかいくらでもいるからもうやめていいんだよって、そんな態度取ってるんだったらやめていいんだよってプロデューサーから言われたことがありまして、泣きながらそのプロデューサーにごめんなさい僕こうこうこうでしたっていう話をしに行ったのをすごい思い出しますね。いつの間にか大人になるにつれて自分が自分らしくならないというか、良かったところがどんどん消えて、なんか順応しようとしたりとか最近違うかなって思い始めてきたというか、もちろん許容は必要ですけど、人としてそれが木村達成っていうのは誇り高く自分で持っていたいというか、だから当時やっぱ先生に怒られててよかったなとか思います。すごい今となっては先生こんにちは、お久しぶりです。いいっすか。うわー野球ボールだ。あ、タオル まあもちろん僕らはその稽古をしてその作品に対してかなりなエネルギーを使いながら本当に身削りながらその作品を愛しながらやってたものが一瞬にしてね、コロナっていうもののせいでできなくなって崩れ落ちてしまう。
ネチネチしてても仕方ないなって僕思って、もちろん悔しいし、もちろん、うん、楽しみにしてくれてたお客さんに本当に申し訳なかった、だからごめんなさいですけどね、一人の人が生きていることの方が絶対大切だし、だけどなんかまた楽しく見れる日が絶対来るんで、なんかうまくも言えないけど、その景色見たらまたなんかね考え方も変わると思うし、しゃあないっていう、もう本当にしゃあないってだけですよ。